ようございます。今日はですね3月1日になってきました。月曜日です。今日はですねまたですね近くのちょい園というところに、ね、来てます。今ですね荷物の受け取りで10時から思ったのが11時からやったんですね。だからあともう20分ぐらいかな待ちます。まあ、あの普通の方向の、まあ、一般的な公共住宅なんですけどもちょっと古めのですねこんな感じでですね、1階は車がこう移動するんで歩行者を上げてるんですよね。だから言うことみたいなんでぐる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 行けるようになってるんですね。でまあこんな感じですね。あの大体がですねこういう風なバスのですね、テール所みたいなのがあってですねこれちょっと食べるところがあってですねこんな新しくできたんで前なかったで、バスのこのテール所ですよね。ワーミンに行ったりティンシューワイまあ2つしかないですけどね。はい、でこんな雑貨屋さんとピザですね。ピザこれね PDH の紛らわしい BHD のピザハットデリバリーやも出たんですけど全然関係ない仕事やぞ。もうパン屋ですよね。自分のところで作ってるみたいな。うん、で前もこう来ました。今度はこうやってですね上にも行けるんですよ。でクリーニング屋があってですねでこんな食品会社そうだよ。これを出してるんじゃん。これがあれです。トリドールが経営してるやつですよ。タムチャイおもろいね。トリドールがこんな僕はあんまり、ね、実際のとこあんま好きちゃうんですよ。このミシンっていうでこんな雑貨屋があってですねおごろさにおおおか使えるかもかな。とまあそんなことでですねこういう風なのがですね一般的でね昔はねここのね前の今向かいのこのここがですね市場やったんですね。もう市場なくなっちゃってねショッピングセンターの一部と貸してしまいました。結構ね、うん、商業施設ね増えてきてるんですよね。ここもですね普通のアパートの中庭みたいになったんですけどあのなんかマクドナルドとかいろいろ出てきたんですよね。多分ねここねケース売りしてんのちゃうかな。知ってるやろな。ちょっと考えてみましょう。ここやったらいいよね。でですね島への移住計画ちょっとあっさりと崩れるみたいなんですよね。なんでかと言いますとやっぱり今ですね中国との扉が閉まっててですねやはりその我々のこの地域っていうのは中国の人が来ないと商売なら立たないとこなんですよね。特にですね、あの親が、まあ、香港人でですね中国で住んでる人子供がですね越境で中国住んでるにもかかわらず毎日毎日香港に通学する人がいるんですね。通学する子がいる。今はもうそんな止まってますけどねほとんどね多分中国で勉強してるんじゃないですか分からんけど。でそういう人のためにですねあの家族がですねこっちで家借りるっていうのも多いわけですよ。その需要がパッタッと止まったんでないそうなんですね。だこれがあとまあ注射が進んだりですね香港の感染状況が良くなったりです。今20毎日そうですね大体30何人までの間を送りしてるんですけど一時期一桁になったんですけどねちょっとまた緩んできたのかも分かりません。30何人になってきました。30何人って日本のこと考えたら大体香港の人口って大阪府とか、神奈川県とか愛知県とかそんな感じだと思うんですけどね。彼らが毎日新規感染者30人いうことは考えられないんで多分これは日本よりも断然ちゃんとコントロールできてるとは思うんですが
そのまあそれがずっと一桁やったりですねするのが長くなったら、まあ、中国に行けるようになると思うんです。あるいは中国の人がこっち来れるようになると思うんですね。そうすると不動産活動活発になるのでですね、当然地価も上がってですね、家賃も上がってということになるんですけど、今も結構どん底ですね。そんな感じでですね、私はここをですね、貸し出してですね、で違うところに行こうと思ってるんですけども、ちょっとそれができへんかなっていう感じですね。やっぱ何ヶ月か待って、でも何ヶ月か待ってこっちの方が多分先に上がると思うんですよね。先に上がって私が引っ越しようと思ってるところは結構田舎なんで、もうちょっと遅いかなというふうに思ってます。 PDH ね、気になりますよね。ピザハットディリバリーと思ってたのが PHD という会社ここからです。前クーポン持っててですね、使おうもでも全然使われへんかったんですけど、ただですね、ちょっと待ってくださいね。結構ね、いいですよ。これが A がミニピザで B がそうミニピザしかないかな、右がスパゲティですね。こんな感じですね。ミニピザしかないか。それにね、小さいもの食べたいなと思ったんですけど、麺が10ドルで、あとトッピングが5ドルからって書いてあるので、ソーセージこのしてこうです。やっぱり高いな、もっと安くないと。まあそれがもうこの世の中やからしゃあないかもね。ということでですね、 SF エクスプレスまだ開きません。11時からなんで、あと14分です。もうちょっと待ちたいと思います。今日はね、ダラダラとおしゃべりしましたけど、3月1日入って暑いですよ。ちょっと暑いで、ほんま暑い。どうするかな。ちょっとなんかね、いい兆しが見えたと思ったんですけど、なかなか難しいね。うちの近くのね、ショッピングセンターです。置いてた前は、普通のアパートの中に庭の中にこんなの作った。外やってみようと。で、この辺からかな。まあ、ショッピングセンター、ちっちゃいショッピングセンターで、全部左か。食堂やってね、全部変わりましたけどね、まあ、良くなって涼しくなっていいですけどね。